レマニアの手巻き時計です。クロノグラフの名門が手掛けるヴィンテージコレクション。耐震、耐磁構造、金メッキ仕上げの自社ムーブメント CAL3000 を搭載した実用機です。文字盤はトロピカルダイヤル、ブラックが退色したブラウンミラ。ゴールドの埋め込みインデックスと夜光ペンシルハンドの組み合わせ。6時1にクロスラインのスモールセコンド。12時1に特徴的な彫り込みロゴがレイアウトされた秀逸な作りとエイジングが相まった唯一無二の風貌デザインです。 SS ケースはスクリューバックのラウンドフォルム。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。現行品とは一味違ったアンティークの魅力が詰まった通好みの一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、焼け、退色、小傷などの経年変化が認められます。文字のかすれ消えはありません。針、インデックス、夜光は劣化しています。ケース、裏蓋、しれ、小傷、あたりが認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は薄くなっています。風貌、しれ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製、使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ニューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。付属品、購入店保証書です。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅16mm、ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 43mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。